りはこうしてすでに開かれ栄えた土地は足早に通り過ぎ、逆にまだ開かれていない土地では国人と共に汗して田を耕し稲の種をまくことから教えました。一世は顔を歪めて腕を押さえ込み力つけ合って倒れ伏してしまいました。岩屋彦は兄の姿を見て心を決めました。皆の者引け、ここを射抜くのじゃ。その声で他の者たちは初めて一世が矢に当たったことを悟り、幾度のもとに駆け寄って皆で担いで船へと退散しました。うそなどは何者じゃ。私は高倉寺と申す者でございます。この太刀をあなた様に届けに参りました。岩井彦がその太刀を手にして朝日にかざしてみると、突然たけたけしい風が山を起こり、木々が激しく揺れて木の葉が一斉に舞い上がりました。水の輪は次第に広がり、ふさわしい大きさとなって山を下ってきます。そして岩屋彦に近づいたかと思うと、あっという間に太刀を巻き上げ、すごい勢いで再び山上へと戻っていきました。それはまさに天空に駆け上っていく龍の様を思わせました。そのようなわけで私は今朝目覚めると真っ先に蔵に行ってみました。すると果たしてこの太刀だったので、早速お届けに上がった次第です。はあ、なるほど。この太刀はまさに高円浜にいらっしゃるご祖先からの教えそのものなんだな。さて、言われてこの旅にはこの先も幾多の困難が待ち受けていますが、それはまたいずれ。ただこれだけは申し上げておかねばなりません。各地を平定して歩いた長い長い道のりの果てに、ついに腕身の橿原の宮において立派に天下を治めすることになった。